スカイブルー FC はニュージャージー州ピスカットウェイを本拠地とするプロフェッショナルの女子サッカークラブであるナショナルウーマンズサッカーリーグ所属サマセット軍を活動本拠地とし長期的計画に則っ,った育成のための機会を与えサッカー選手を幼年時から育成する総合プログラムを運営しているラージャースカイブルーサッカーオーガニゼーションの一部門でもある スカイブルー FC は2008年5月5日、初代ヘッドコーチのヤン・ソーヤーズによって命名された。しかし、ニューヨーク、ニュージャージーにおけるリーグ参入予定クラブとしてのお披露目は同年9月9日に初めて行われることとなった。その1週間後、ヘザー・オライリーナター社会クリスティ・ランポームのアメリカ代表の3選手の割り当てが発表された。9月24日。 WPS の国際ドラフトが開催され、スカイブルー FC は、オーストラリア代表のサラウォルシュを1巡目に、ブラジル代表のホザナとエステルを2、3巡目に、カナダ代表のケディ・パーカーを4巡目に指名した。またドラフトでの指名に加え、オーストラリア代表のコレット・マッカラムと、イングランド代表のアニータアサンテを9月26日、及び10月2日に指名し、交渉権を獲得した。 10月6日には一般ドラフトが開催され、スカイブルー FC はコリー・アレグザンダー・キーリー・ダウリング、キャシー・ホワイト・ジェニー・ハモンドの4選手を指名した。ソーヤーズは12月3日、アシスタントコーチにケリー・リンゼーが就任することを発表し、それが2008年における締めくくりの仕事となった。2009年という新しい年に新たな選手がスカイブルー FC に加わった。 1>, 1月16日に、新卒選手、一般ドラフト対象外選手向けドラフトが開催され、ヤエル・エイバーバック、ミーガン・シューナー、カレン・ビーズリー、クリスティ・シェイナー、ジュリアン・シッチ、ジェンバ・バチュコースキ、チョ影、メアリー・テレーズ・マクドネル・メール・フレンチ・ファン・タ・クーパーの10、選手を指名した。2月に行われた、トライアウト合格者も加え、プレシーズンマッチ向けの登録選手一覧を発表した。 2009年4月5日、スカイブルー FC は、開幕説を、ニュージャージー州ブリッジウォーター所在のホームスタジアム、TD バンクボールパークで迎えた。対戦相手は、ロサンゼルスソル、試合は0から2で敗北した。5月31日に行われた第8説以降、ホームゲームは、ラトガース大学キャンパス内に所在する、ヤーカックフィールドで開催されるようになった。 セントルイスアスレティカ戦の様子開幕からの6試合は、調子が振るわず、スカイブルー FC は1勝2敗2分という成績で、しかも通算で3得点という状態であった。クラブは5月28日、ソーヤーズをヘッドコーチ兼、ジェネラルマネージャーの職から解任した。ソーヤーズが抜けた穴は、ケリー・リンゼーがヘッドコーチ代行を務めることによって補われた。 林勢はヘッドコーチ在任中5勝3分という成績を上げ、チームは調子を取り戻しつつあった。林勢が指揮を取った期間は短期間に終わった。2009年7月30日に彼女は突如コーチを辞任。二人目のヘッドコーチ代行に指名されたのは同クラブの首相であるクリスティ・ランポーンだった。ランポーンはヘッドコーチ代行就任後も引き続き選手として、 試合に出場、w p s 初のプレイイングマネージャーともなった。最終的に、スカイブルー FC は、レギュラーシーズンを4位の成績で終え、プレイオフ出場権を獲得した。プレイオフ初戦は2009年8月15日、メリーランド州、ジャーマンタウン所在のメリーランドサッカープレックスにて行われ、スカイブルー FC は、ワシントンフリーダムと対戦した。 試合は55分にナター社会85分にフランシエリが得点を挙げて2から1で勝利した8月19日にミズーリ州フェントンのアンブッシュセンターで行われた準決勝ではキーリー・ダウリングの得点が決勝点となり1から0で勝利しチームは決勝戦に駒を進めた8月22日カリフォルニア州カーソンのホームデポセンターにて行われた 決勝戦にて、スカイブルー FC はレギー、レ前半16分、キーリーダウリングが、右サイドからクロスを上げ、ナターシャカイが、ゴール正面に落としたボールを、ヘザー・オライリーがシュート、これが、先制点となった。オライリーのこの得点はそのまま決勝点となり、スカイブルー FC は、初代、WPS チャンピオンとなった。2009年8月30日に2009年度、 WPS 表彰式が開催され、クリスティラン・ポーンが年間最優秀スポーツウーマン賞を受賞した。2010年度より新規参入のアトランタビートとフィラデルフィア・インディペンデンスの2クラブに拡張ドラフトで初年度より参加している7クラブの選手を指名獲得する権利が与えられた。9月15日に行われた拡張ドラフトにおいてジェンバチュコースキーがフィラデルフィアに ノエル・ケゼリカがアトランタに指名され、両者は移籍のためスカイブルー FC を退団した。9月29日、元フィンランド代表であったパウリーナ・ミエッティネンが、現在監督を務める PK-35 番ター、チームでの契約終了後の2010年度より、ヘッドコーチに就任することが発表された。2010年1月10日、 現在、ラウラエステルベルグカルマリ2009年10月23日、現在、ありがとうございます。